5月9日で17歳になった岡村ほまれです。ほまたん17歳のプチ婚約、イエイ。身長を止めたい止めたい、はい、止めたい、はい、あ、逆にこれ婚約って難しい話だけど、あ、なぜですかこれは。ちょっと、別に背が高いのをコンプレックスとは思ってないんですけど、うん、結構その見たモーニングの平均身長が低めなんですね、うん、ああそうなんだ。だから結構大きいってなるんで。なるほど、止まってくれたら嬉しいかな。でもこれ難しい、止める公約って難しいよね。だからこれが当たった方は念を ちょっとね送っていただいて、送っていただきたいと思っております、はい、大人になるって難しいだけどワクワク、女の子たちの友情一体どうなる。人生は貴重だ、気合緩めない、yeah、真剣勝負よ、wow！ 信じる心に咲く花と思い出の花を集めたら、あなたのために花束にして贈りたい。パワフル涙さえ星になる、キラキラに Believe、 ここから始まる心はミラクル、運命も未来も切り開く。今日17歳になりました、山崎芽衣です。よろしくお願いします。17秒でいろいろトークチャレンジ、さあ17歳の芽衣ちゃんのトーク力を検証していきたいと思います、はい、抽選で決まったトークテーマで楽しくトークしてください。リボン、リボンだって。リボン、いっぱいついてる。よっしゃよっしゃ、はい、よっしゃ、はい、じゃあテーマはリボンでございます、はい、17秒間よーいスタート。私には今リボンが何個ついてるでしょう。1、2、クイズだ、3、どっかにあるかな、まあ、3個くらいついてるんですよ。小さい頃からリボンは好きなの。リボンは、あ、リボン絵で描くのうまいんですよ。自分で言っちゃうんですけど、絵で描くのが、うん、結構なんか授業中とか練習してたんで、うん、上手になったんですよ、うん、好きなのか分かんないんですけど、うん、でも髪飾りとかで選んでるんで好きなのかもしれないですね。そうだよね、そうですね、結構ついてるイメージあるもんね。そうですね、今もついてるし、去年もつけました。そうそう、バースデーの髪、しかもトークのなんつの終わり締め方が完璧ですね。すごいですよね、びっくり。できた、嬉しい。生放送終わった感じした。時にはジェラシー、またキスしたセクシー、無理な対応を言う人ね、それが魅力ね、yeah！ 時にはジェラシー、またあなたが眩しい、素敵バラのような恋、真赤なバラで青年だって、宇宙で暮らしても私は